いやあ、前回のパートから、タミドリでやっていくよ、刹那圭介だよ。やっていきますか。とりあえずセーブしたいです。とりあえず近い部屋なんで、ここから入っていくとしよう。なんかなった。なんかなったで。なんかなったで、これ何？なんだ？ 3 回になった。4回目。明治や大正時代の新聞が集まれている。4回で止まったな。あと4回で止まったな。この家は相当古いらしい。マジか。確かにそんな感じの雰囲気はあるけどさ。人形の目がない、無理やり外された跡があるとか、ああ呪われるよそんな。立派な掛け軸だ。裏にはナムアミダ仏と書いてある。なんでだよ、なんでナムアミダ仏なんだ。やめてくれ、怖い。俺がナミアムダブツされそうだ、怖いんだ。招き猫ダーク、にゃー。ありがとう、ありがとう。ちょっと怖かったんだ。その声聞いたらちょっと和んだ、和んだよ。ありがとう。まだ何もないんかい。裏何もないんかい。老朽化が激しくて触ると崩れてしまいそうだ。うん、こっちもか。引き出しには古い小物がたくさん入っている。使えめそうなものはない。ないんか。なんか欲しいでござる。なんか欲しいでござる。てかセーブさせて欲しいでござる。ござるござる。こっちは？お！気になっとったやつ。もしかしてこれセーブポイントでじゃないかなって前回の終わりに思っとった。正解！セーブポイントか。オーケー。ようやくセーブできた。とりあえずは一安心。これは何だい？箸やスプーンなど食器か。食器。食器。ここに飛ばされて、食器。巻き？気が腐っとって、使えそうにない。なんかいろいろあるけど。米が大量に置いてある。食わない方がいいですよ、こんな。そこが今にも抜け落ちそうだ。包丁があるが、刃が錆びついていて、使えそうにない。えげつないもん置いてあるな、おい。確かこっち側の右側にももうまだ調べてない部屋があったはずなんで、そっちから行きます。こっち。物置多いな。木箱が腐って中が見える。どうやら食材が入っていたらしい。腐っていてかなり異臭がする。ん？同じ。同じ。同じ。樽には何も入っていないようだ。まだ米だ。ここは何もないんかな。薪が大量にある。倉庫として使っていた部屋なんだろう。うん。このガタガタ言うんがちょっと怖いね。怖くなさそうにやってるけど怖いよ。マジで怖。なんか音聞こえた？気のせいか？なんかいるのか？枯れてしまっている。座布団収納。おお怖い怖い。なんこれ？なんだい？あ、調べれんの？立派な湯飲みだ。客人用だろうか。ホテルというか旅館だったんかな、ここは。で、こんな感じで、2階か。あ、そうだそうだ。いや、1階で酔ったやん。1階で酔ったやん。1階のなんたらってところに石を戻しに行くとか酔ったやん。これよ。赤石。兄が廃墟から持ち帰った石、これを返すんだった。パッパと返してポッパと返るとか言ったのに。ただどこに返せばいいかわからん。あ、これか。ここでいいのかな。よし、これで兄貴が助かるといいけど。お兄ちゃんのところに行こう。そうだね、早くこんなところを出よう。出ます。もう帰る、もう帰る、もう帰る、怖い、帰ると思ったら嘘、扉が開かない。閉じ込められたでしょうね。呪いですよ。さえ落ち着いて、違う出口を探してみよう。そうだね。えひっで電話。ちょっと待って、アイテム欄に電話とかなかったやろうが。アイテム欄に電話とかなかったやろうが。こんなところでも繋がるんだね。本当だよ。普通こういうところで電波つながらんとか、アンテナ一本とか、そういう圏外とか、そういうんじゃないのか。怖いわ。え？
どうしたの？私から電話？え？何なのこれ？出ない方がいいよね。うん。私から電話。もしもし。私こんな声じゃねえや。私こんな声じゃねえや。うわ。うん。勝手にボタンが誰なの？逃がさない。追いかけられていない。何なのよこれ。誰？あれ？今の人、人？誰かいたの？いや、なんでもないよ。ん？ここ通ったよ。誰か知らんけど、ここ通ったよ。なんかあるし。これは？メモみたいだね。メモ。7月25日。あ、お兄ちゃんの日記の後みたいな感じかな？私の名前は、九条石燕。石燕ってめっちゃかっこいい名前やな。すごいな。大学で民族学って読むかな、これ。を教えている。教えているってことは先生か。今日は最近ネットで話題になっている目の家の調査に来ている。目の家。ここに来る者は行方不明になったり、帰ったとしても発狂して自殺してしまうなどの情報が数多くある。しかし、ネット上の話ので嘘だというものも多い。なので今日は実際にここで目の家について調べようと思う。へえ、大学の先生だって。専門家の人までこんなところに。九条先生。弥生知ってるの？この先生のこと。うん、少し。レイとかオカルトについて研究してる人だよ。そうなんだ。他にも九条先生のメモが残ってるかも。ヒントになるかもしれないから少し探してみよう。メモ取ったんかな？あ、取っとるわ。ええ、ちょバイオハザードじゃないんだから。まあ、九条先生。多分あれが九条先生だ。どうしたの？なんでもないよ。さっきからなんか変だよ、弥生。具合でも悪いの？大丈夫。行こう。うん。多分九条先生なんだろうな、これが。あ、九条先生。足音。え、隠れろって言うの？隠れろって言うの？隠れろ。何今の？今のがさっきまで声を上げようって化け物か？なんだよあいつ。それよりメモだ。メモだ。メモを見つけた。二つ目やな。どうやらこの家はとても力のある術者何々一族の家のようだ。一族か。調べた ところ、この一族は何々の神として祀っている珍しい一族だ。なんで何々の部分を消すんですか、先生。もったいぶらずに教えてください。肝心なところが読めないよ。ここを出るヒントになるかもしれないのに。ゆっくり慎重に探そう。うん。よし、じゃあメモもう一回見よう。ああ。今読んだ通りのことが書いてあるわけね。後で読み返せるんやけど、九条先生またおるし。九条先生、九条先生、九条先生、そこに入ればいいんですね。わかりました。確かここ。メモがある。九条先生、優しいな。メモがあるところを教えてくれてる。メモと鍵まで置いてくれてる。九条先生、あざっす。家から出られなくなってしまった。玄関は何かの力で閉ざされているようだ。うん。閉ざされとったよ。なぜか。とりあえずここで一休みして違う出口を探してみよう。オッケー。九条先生も私たちと同じように出れなくなったんだね。同じじゃないよ。九条先生は自分でここに来たけど、私たちはそうじゃないもん。何かの念が。え、何？え、ここにいるのか？いるのか？いるのか？
なんかやばい見てしまった。おい、ウラコ。なんか二刀剣ウラコって呼んであるわ。前にやったゲームにの登場人物に二刀剣ウラコって呼んであるけど、お前、見たよな、今。そこの人形のやつ。おい、そこの人形のやつ、ウラコって呼んである。見たよな、今。やばいやつおったよな。うん、怖い怖い。何も入っていない。寝るだけの部屋だったのだろうか。そうなんだ。怖いわ。休み気になれない。当たり前だ。あ、先生、おらん。三つ目までか、とりあえず。じゃあ、とりあえず一つ一つ鍵かかってる。こっちは？おっしゃー。使っていた形跡がない。本当に人が住んでいたのだろうか。もう定かではないよな。わあ、電話がある。線は繋がってない。よかったよかった。かかってこんな、これは。オッケー。突然ピリリリンとか鳴らんだろうな。オッケー、いける。お、ここの鍵か。頭回しにしよう。お、図書室というか図書館というか、なんだろう、これはこの家の間取り図かな。あ、そんなもんあるんや。やった、メモ多いな。間取り図1階と2階のやつがあるんだ。真ん中の目のやつなんですか、これなんですか。そしてこれもなんか気になる。今おるんでしょ、ここか。うん、大体し、この変な部屋をさ、寝室と寝室でなんで挟んだ。まーお、まーお、まーお。なんかある、なんかある。エガン。エガンとは物事の本質を見抜く鋭い力のこと。古い本が並んでいる。古い本が並んでいる。物の記憶。物の記憶って前やったゲームになんか話が繋がるんですけど、仏念ってやつですか、もしかして。物は稀にテープ、ビデオテープのようにその場であったことを記録して再生することがあるとされている。え？ってことは、あれか。なんか、そのビデオテープの持ち主が、撮ろうと録画ボタンを押してないのに録画されるってことあるんだ。あれが兄貴の部屋にあったやつか？誰も住んでいない家で、陣営って呼んかな。人影を目撃するといったことがあったとしよう。うん。それは、もの、すなわち、その家の壁や床、家具などが人が住んでいた頃の記憶を再生しているということもあり得るのだ。あれ、その、すごいな。すごいなとしか言いようがないぜ。呪いもこんなに進歩してるんだな、なんて。進歩しちゃいかんよ、そんな。耳鳴り。耳鳴りは近くに霊がいることによって発生するとも言われているってことは、それ。ここにおるってことちゃうんか。霊感が強い人なら高い音とは別にザーという呪術音まで聞こえるという。そして霊は耳鳴りが聞こえた方向と反対の方向にいることが多い。そうなんだ。なんで反対なんかわからんけど。刃。刀や包丁といった刃物には悪しきものを切る力があるとされている。中でもハサミは特別で、災いを切り裂き幸運を切り開くとものとされている。強い力を込められたハサミでなら、悪霊を倒すことも可能である。そうなんじゃ。じゃあ、ちょっとハサミ欲しいな。なあなあ、なあなあ、やよい、ハサミ持ってきた？ん？持ってきてないよ。ですよね。やよい、ハサミぐらい持ってきとけや。お前、女子高生やろうが。ごめんなさい。でも、さえだって女子高生だよね。まあ、そうですけど。五行、五行、五行、五行どっち？思想。五行思想でいこう。あ、どうかは知らんけどな。五行思想とは、中国より伝わった自然哲学の一つ。うん。この世界のすべての万物は、水、火、金。え？これ水、火って読まずに、火って読んだ方がよかったんかな。木の、木土の五子の属性から成り立っているという説である。これ完全にあれじゃん、曜日じゃないか。
水曜日、火曜日、金曜日、木曜日、土曜日、日曜と月曜がない。火と、水の、人間の感情も含まれている。水が愛で、火が楽、金が土、木が、木やな。なんでこれ？ちょっと待って。喜怒哀楽は知ってるけど、オンってあるんですけど、オンって読むか知らんけど、オンってあるんですけど、土曜日がオンなんですけど、喜怒哀楽オンってなんだ？怖いよ。その喜怒哀楽オンって怖いよ。多分オンディンは、喜怒の道の上位互換なんだろうな。もう、怒りすぎだ。そこまで怒っちゃダメだ。やめろ。ああ、怖い。呪術。決められた儀式を行うことにより、人を呪う呪術を行うことができる。行っちゃダメだよ。行えても行っちゃダメだよ。呪いの種類は様々なものがあるが、一番危険なものは人を殺す呪術である。殺す呪術とかあるんだよ。やっぱ強力な呪術を行った場合、術者本人にも相応の返しがある。命を落とす場合もある。そうなんだ。じゃあやめろよ。てか、なんかこの話、なんか資源の帳でも聞いたことある。なんか呪いをしたら、そうした本人にも返ってくる的なこと言おったな。結構呪い関係って共通の部分あるんやな。ゲーム感でもさ。うん。おし、これで終わりか。これなんだろう。ここは喋れん。オッケー。おっしゃ、喋るもうなくなったな。じゃあ時間も時間ですし、今回のパートはここまでで、ご視聴ありがとうございました。See you again.